はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望覇王伝の46回目やっていきたいと思います。で、ここはですね、三河の方に攻めるちょっと準備、援軍の準備なので、もう後藤さんにだけちょっと農業やってもらって、あとは生還しましょう。で、伊賀ですね。伊賀は防御力がね、これが低いので、回収ですね。あ、モンドさんか。モンドさんでどれぐらいなんだろう。2しか上がらないまあないよりはマシですよね。で、ヤマトですね。あ、動けないね。じゃあ石棺、はい。あ、台風。あ、こっちは良かったですね。来なかったですね。あ、九州かすめて四国の西側で中国地方に差し掛かるところで消えちゃいましたね。はい、着きましたね。着きましたって大変な言い方ですけどね。さあ、ここで訓練度大丈夫ね。ということで、あ、違う違う、気合は池田さんと道山さんがいけるので、この2人でいきましょうか。で、池田さん総大将にして、で、道山さん突っ込ませる感じでいきましょう。じゃあ海戦、岡崎城ですね、もちろん。はい、で、これに田原さんで出せましょう。さあ、早うと我が軍の合戦三陣を命じ参上しました。早うということでね。誰来るんでしょうね。で、伊勢志摩から、ここね。で、清須からは池田さん、道山さん行きます。で、池田さん大将にして、200は残したいんでね、150の部隊2つで行きたいと思います。相変わらずやりにくいのね、これが微調整が。数字入力式にね、してくれてもいいんですけどね、ここだけ微妙に効かないんですよね。で、6月なんで、ちょっとあまり飲み持っていきたくないですから、これでいきましょう。はい、150の部隊で2部隊ですね。で、騎馬100で。はい、1000あるので、どれぐらいで来るのかな。800ぐらい持っていきましょうか。はい、で、こっちはコルクちゃんと万円さんね。で、同じように150の部隊で行くことにしましょう。あ、うまいこと100合わせれましたね、今。ほい、あい。あ、そっかそっか。もう、いいのか。で、50。よっ。このマウスの微妙な加減が。で、こっちも騎馬100で行きましょう。はい。100っていうのは騎馬率のことですね。まあ当然出てくるでしょうね、場外に。基本的に
回ね、目的は家康さんを捕らえることですね。雨か。ああ、ちょっと待っときましょうか。そのうち到着しそうですけどね。まだ上陸できんか。ああ、前さ着きましたね。ああ、着きましたね。うん、これで半兵衛さんらが着いたので。通常移動
ああ、岡部さんか。そうかそうか。さあ、これで、うん。もう一歩後ろへ行きましょう。後ろというか横にね。Thank you.
あ、伊達さんピンチやね。向かってこないかな。強いですね。もう一個横入ってからの突く。よしよしよし、いい方向向いてくれましたね。これは
ですね、家康さんをちょっと迎えましょう。引き寄せたいんで、多分甲状腺までは無理ですね。これは一度引き上げないといけないかな。ミスが足りなさすぎる。まあ削る分にはね、全然申し分なかったんでいいんですけどね。
はい。そしたらですね、ちょっと途中ではあるんですけど、時間結構いいとこまで来てますんで、ここで一旦終わらせていただきます。信長の野望覇王伝46回目でした。それでは、続きはお楽しみにしておいてください。さよなら。